近鉄奈良駅から北側一帯に広がる奈良北町を紹介するイベントが9日から始まり、オープニングイベントなどが開かれました。奈良北町の玄関口、奈良公園バスターミナルで開かれたオープニングイベントでは、地域の和太鼓グループ、ほうき伝が力強い演奏でイベントの始まりを告げました。 続いてイベントの実行委員会会長の山本哲也さんが朝から晩まで盛りだくさんな企画で思い出に残る楽しいひとときを味わってくださいと挨拶しました奈良北町は歴史的スポットや個性的な店舗文化施設が点在していてイベントでは奈良北町にゆかりがある個性あふれる店舗などが日替わりで出店するトイロ色イ市も人気を集めていました 今年はカレーイベントなども加わり、奈良・北町の魅力を存分に味わえる北町といろは9月15日まで、奈良・北町エリア一帯で行われます。